皆さんどうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。今回はですね、こちらまだあるよ、いっぱいドンキで買った胸肉ですね。はい、こちらを使って、これもねドンキで一応買ってたんですよ。肉の形状にはしてないですけど、見て、ヤンニョムチキンソース、コチュジャンとトマトソースで甘辛く仕上げた旨味タレですって。俺これ食べてみたくて、ちょっと今回ドンキのこのヤンニョムチキンソース使ってヤンニョムチキン作ってみたいと思います。鶏胸肉、まあ、別にこれ今回胸使ってるんですけど、全然ももでもいいっす。を軽くそぎ切りにします。 できるだけこれね、常温ぐらいに戻してあげておいてください。まだ冷たいんだけどね。どんどん下にいっちゃってます。これほんとずれる。そぎ切りって何？そぐの？ずれる？こいちゃん、これあのね、コメントだったんだけど、うん、下に雑巾を敷くといいみたいよ。あ、これの？うん、やってみるよ、一回。うん、今度。今度ちょっとやってみようかな。でもこんなになんかわかるわ、その気持ち。なんなんそぎ切りって。文句しか言ってね。よいしょ。もうなんかそぐのめんどくさくなったから続けていい。ちょっとやっぱ皮がね、ある方がうまいよね。はい、はい、ちょっと今ね、雑巾代わりのタオルを下に引いてみます。おお。素晴らしいじゃん、天才。ちょっと大きいな。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうなんかは、あの、あれだね、そういうなんかアドバイス嬉しいね。プチ情報、なんかあの、なんていうの、おばあちゃんの知恵袋じゃないけどさ。ああ、いいね、そういうのね、欲しいですね。もう こうやって削いだ方がなんかちょっと削いでる感あるくない？わかる？しかもずれないしね、もう削、ね、ぎの達人みたいになってるけど、さっきと違って。あ調子に乗った。あ、ではこちら先ほどの鶏肉に醤油。へえ、落ち着きのタレあるのに醤油あるんだ。一応ちょっと揉み込んどくみたいよ。で、味の素、手間をかけずにガーリックパウダー、楽にね。うん、普通ならおろしでを使うところをパウダーで代用。そう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 、まああれだね、手を汚したくないよね。でこれでちょっと軽くね、サクサクとね、そう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 、揉み込んでおきますわ。まあ揉んでないから、なんていうのこれ、揉み込んでないよね。うん、なんていうんだろう、あえてんじゃない、サクサク。 あ、そう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 、あえてます。これは別にずらす関係なくない、これ俺の手が支える気がなかった。はい、まあこんな感じでいったな。もうすごいいい匂いするもうね。はい、ではそしたらこれ、あの、一応ヤンニョムチキンそのままの唐揚げらしいですよ。なんで今回は小麦粉代わりのおからパウダー出た、こいつを使って揚げ焼きにしたと思います。揚げ焼きにしたと思います。揚げ焼きにね、したいと思いますですね。で、まあ、ちょっとさ、やっぱ味は欲しいじゃん、うん、だからね、冷蔵庫に眠ってたやつがあったんですよね、唐揚げ粉。あー、いいですね、混ぜるわけですね。これもほとんど唐揚げ粉じゃねって思わないで。今思ったよね、今。結構入れたよね、今。今入れたよ、ね。あ、でもいい香り。ごまかしたよね、今ね。かぶせたよね。とってもいい香り。はい、いい感じ。はーい。ごまかし。そしたら、うん、よいしょ、こっちでいくか。こいつを、まあ、軽く。あ、いいね。これもううめえだろうな。こんな感じで。うん、あんま、あの、分厚くしないように薄くね、衣を絡めてあげてください。では熱したフライパンに油で、今回揚げ焼きにするので、あの、唐揚げにするっていうぐらいなの、バカみたいな量の油はいらないです。じゃあ揚げていきます。ああ、いい音。これみんなにね、あの、油でさ、揚げてる音さ、あの、動画でさ、よく見たりするんだけどさ、うん、大好きなんだよね。いい音だよね。いい音。あれだよね、ちょっとさ、うん、その雨が降ってるような音とかもこんな感じの音じゃん。そうよ、うん、そういうこと。いいらしいよね。そういうことなんです。沢口先生が言ってたよ、水の流れる音とかそういう音を聞いてるとなんかリラックスできて集中できるって。沢口先生、ほんまでか。沢口先生ね。沢口先生言って本当かなって思っちゃうけどね。
でもだってあそこにいる方はみんな偉い方でしょ。だからなんて言うんだろう、親近感が湧きすぎて分かんないよね。そうなんだよね。でそういう風にしてくれてるのがね、ちょっとさんまさんのやっぱねいいところですね。いいとこなんだよね。じゃあこんな感じで両面結構ねしっかりカリッと焼けたら、一回これで取り出して骨も全部揚げていきたいと思います。で、まあ、ここら辺取り出したらあとは余熱で完全に中まで火が通るので、だって基本的に薄く切ってるので結構火の通りは早いので、残りの肉も全部揚げていきたいと思います。ではこんな感じ、全部揚げてました。はい、美味しそう。こいつを一回油切ったらまたフライパンに戻してあげます。これだけでももう絶対美味しいだろうね。あれ半分ね、俺も食べたい。うん、うわ、うまっこれだけでうまい。ではここにヤンニョムチキンソース入れていきます。結構濃そうだね、味ね。なんかそれぐらいでいいんじゃない、これじゃとりあえず。こんなもんでいいの。とりあえずつけて、ちょっとカメラ上げてもらっていい。なんかもう十分な気がするぐらい色すごいよ。ちょっと足りんな。味見してみたら。え、つまみ食いしていいの。今なんかしたって味見だから、つまみ食いじゃないから。あのこれは結構でもあるね、ソース。あ、めっちゃいい匂いする。おいしそう。なんかあんまりでも辛くなさそうだね、匂い的に。いや、そうかな。甘みがすごいね、なんか甘辛い感じ。ちょっとこれちっちゃいの食べてみてね。うん、おーん。あ、もうちょっとあってもいいかもしれない。うん、場所によるのかな。でもこんなもんでいいのかな。あ、でもほら見て、結構ダクダク。うん、ダクダクだ、見た感じ。もうちょっとかけるね、じゃあ。よいしょよいしょ、こんな感じでいいかな。だって俺もうちょっとニンニク効かしたい。あとお好みで辛さがしたいんだったら、後から一味とかかけてもいいと思う。あ、でも美味しそう。とってもいい感じです。いいね。 OK、 じゃあこんな感じでヤンニョムチキンの完成です。じゃあ早速お皿に盛り付けて食べていきたいと思います。では早速自粛していきたいと思います。一応ね、辛味を足したから辛味と一味をね。じゃあこいちゃんまずヤンニョム食べます。ちょっとね、糸唐辛子もちゃんとやったんですよ。ずっと気になってたんでしょ。そう、食べてみたかった。いただきます。うん、どう、好き。うん、ご飯と食べたい。甘辛い感じ。うん、だから辛味はほとんどない。いただきます。いただきます。色に反して全然辛くない。味噌焼きっぽくない。待って、めっちゃうまいじゃん。そう、うまい。もっと確かに一味かけたい。こうじゃん、これしょ。もっと辛くしたよね。あのね、全然もうだからこの状態だったらもう子供が好きだと思う。絶対めっちゃ甘い。感じで言うと照り焼きっすね。そう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 、本当に照り焼き。見た目に合わせて全然辛くない。びっくりするぐらい辛くない。あとこうちゃんが言った通り、もうちょっとガーリックつけてもうまいかもしんない。パンチ効かせたい場合は。うん、うん、これでもなお辛くない。でもうまい。うまい、めっちゃうまい。これめっちゃうまいわ。甘みが強いね。うん、ちょっとこれここにラー油かけてみていい。あ、俺これぐらいで大丈夫かな、もう。今、いい感じの辛さ、今。うん、うん、うん、うん。あ、ラー油、あ、うまい。ラー油めっちゃ合う。うそ。ほんとめっちゃうまい。とりあえずでも、別に辛くない人が、辛くないのがいい人は、もうこの、さっき作ったので十分ご飯といける。おいしいと思う。あとこれ、多分ね、パンと合う。パン？ピタパンみたいな。うん、うん、ああいうパンと多分俺合う気がする。これ俺パンだったらあれに合わせたい。蒸しパンっていうか、あのさ角煮バーガーみたいなのあれだろ。うん、あれのパンで食べたい。
うまっ、おいしい、うん、全然うまい。あ、な、あとね、漢字で言えば照り焼き言ってたんだけど、あの、あれ手羽先の甘いやつあるじゃん、うんうんうん、あれにもちょっと似てる。そうだね、あれほど甘くないけど、うん、そっからちょっと何、あの韓国料理寄りの、うん、あとこれ、こういうのもあんだね。松の実が入ってんのかな、中にちゃんと食感として。うまいわ。ポツポツとなんか木の実が入ってます。めっちゃ美味しいね、これ。うん、うん、もうちょっとかけたい、うん、もうちょっと辛くしたい。最近辛いもの食べ過ぎてちょっと物足りなくなってきてる感あるよね。ただこれよりも、まあ、今つけて全然辛くないんだけど、うん、見た目に関して全然甘いんだけど、この間のはマジで辛いから、あれは本当に量気をつけてください、皆さん。自分のお好みの量でね、あの昨日だね、昨日上がってるやつだ。でもあれうまいよね、うん、本当ね、癖になる。で、全然胸肉でいいね。うん、あっさり食べられる。胸肉で全然大丈夫。しっとりしてる。うん、揚げてるからね、うん、うまい。これはうまい。うん、なんだろう、今まで食べたことないな感じ、本当に。あ、でも毎度言ってるけど、本当にあのご飯食べられる人はご飯食べてほしい。本当それ、本当にそれ、ほんそれ、うまい。いい感じ。だいぶあの一味とラー油が効き始めた。ということで、はい、本日はですね、ヤンニョムチキンですっけ、はい、を作ってみたんですけども、僕的にはもう本当に初めて食べた料理なんで、どんな味か気になってたんですけど、甘いです。甘いね。本当に甘くて、ご飯が進む感じの、なんだろうな、あのね、また漢字で言うと、あの味噌ピーあるじゃないですか。味噌ピー、味噌ピーっていうなんかあの甘みのあるあのやつ、あれにすごい似てると思った。最終的に思ったのが、あれご飯にかけて食べてる人いるんですけど、多分見てる人は分かる人もいると思うんですけど、味噌ピーにちょっと似てたって感じかな。うん、美味しい、美味しいです。ご飯にすごく合いますね。あとは、ね、あの見た目と違って全然辛くないので、あのお子さんにも全然食べられる感じでした。こうちゃん辛いと思ってたんだもんね最初。あ、俺は辛いもんだと思ったんだけど、うん、甘かった。むしろ甘かったよ、うん、はい、という感じでございます。はい、はい、すごく簡単で美味しいので、ぜひぜひ作ってみてください。ドンキに売ってます。はい、ドンキに売ってました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。またね、バイバイ、バイバイ。